から NEXCO 東日本です。午前7時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに圏央道を八王子方面へ向かわれる方にお知らせします。八王子ジャンクションを先頭に日の出インターまで11キロほど追い越し車線が交通集中のため渋滞しています。続いて圏央道を白岡方面へ向かわれる方にお知らせします。久喜白岡ジャンクションを先頭に白岡勝負インターまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ関越道前橋よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。Okay.